オットー・ハーンは西ドイツが建造した原子力バ薇積み貨物船。ヨーロッパで初めて原子力推進を採用した民間船だったが、後に原子炉を撤去し、ディーゼルエンジンに換装された。船名は核分裂反応を発見した科学者、物理学者のオットー・ハーンにちなむ。西ドイツは1955年に造船会運原子力開発会社を ゲイシュタハトに設置し、1960年から原子力商船の研究開発を始めた。唯一建造されたのが元船で、1963年にキールのホバルツベルケドイツ造船で寄港した。1964年6月13日の浸水式にはオットー・ハーンも参列した。1968年10月に竣工し、12月に収益した。 選手をバラ積み貨物船としたのは、入港時の手続きを容易にするためだとされている。原子炉は、バブコックインターアトム社製の加圧水型原子炉1機で、熱出力は38メガワット、燃料棒の数は16本であった。蒸気発生機と主冷却ポンプを1機の圧力容器に収納し、プラントをコンパクトにすることに成功した。一時冷却水系の圧力は6.4馬。 温度は 551K でサバンナやムツと比べて圧力を低く抑えられていた。収益までに低傾向が決まらない可能性に備えて原子炉の燃料交換設備も搭載していた。原子炉制御室とは別に操打室にも原子炉スクラムスイッチがあり、緊急時には操打室からも原子炉を停止させることができた。時の乗組員には名の機関士を含む名の 女性が含まれていた。このことを収益直前の視察で知った日本原子力船開発事業団は当時計画中の原子力船、物にも女性乗組員を採用した。竣工して GKSS に引き渡された夫・ハーンはハンブルクを低傾向に2年にわたる実験公開で原子炉動力の性能と可能性に関するデータ収集を行った。 1970年からは商業公開をはじめ、鉱石や穀物の輸送、若干の旅客輸送に従事した。最初の燃料交換が行われた1972年までの4年間に 25kg のウランで25万回りを航行した。これらの航海で、オットー・ハーンは西ドイツのみならず、アフリカや南北アメリカ、イランなどへの国際航路にも収益した。 1975年の沖縄国際海洋博覧会では、ムツと並べて展示する計画があり、国際原子力機関途中継地のシンガポール政府を交えた出入工事の安全対策が協議された。しかし、ムツの完成が博覧会に間に合わないことから、展示計画が白紙になったため、オットー・ハーンがアジアへ寄港することはなかった。1972年、オットー・ハーンは、 最初の炉心交換を迎え、燃料被覆をステンレス鋼からジルカロイに改良し、出力密度と燃焼度を改善した炉心に交換された。ブレーマーハーフェンのドイツ船舶博物館で保存されるオットーハーンの煙突。交換した炉心が燃え尽きる前に2回目の炉心交換が計画されたが、予算不足から断念された。1979年2月、 オットー・ハーンは原子力船としての稼働を終了してハンブルクに係留された。係留中にはハンブルク市の厳重な監視のもと約800トンの放射性物質を25名の技術者で3年かけて上京した。オットー・ハーンは1983年になってリック・マース・レデラインに200万ドイツマルクで売却された。売却されたオットー・ハーンは ブレーマーハーフェンのリックマースベルフト造船所で原子炉を撤去し、主機を日本の赤坂鉄工所製7ユイク60派型ディーゼルエンジン一気に換装した。さらに、積載数 1181TU のコンテナ船に改装され、1983年にプロジェクス社のトロフィーとして完成した。同年11月には、ノラシアラインがチャーターして、ノラシアスーザンとなり、 その後さらに、ノラシア・ヘールが、ファカンヘ、アナイス、タル、マドレと解明や、選手の変更を繰り返した後、2009年に、インドで解体された。撤去された、原子炉圧力容器は放射性廃棄物を格納して、ゲイシュタハトの GKSS の研究所に保管されている。他、ブレーマーハーフェンのドイツ船舶博物館に煙突が、展示されている。ありがとうございます。